はい、入ってますよね。入ってますよね。ラジオの、あ、放送の裏側ってこれの話、ね、これの話ですよね。そうです、そうです。ゴーカーラジオチャンネルの話。ゴーカーラジオチャンネルの話。そうです。ゴーカーチャンネルラジオの話です。はい。まずは15回目。ですね。はい。I can't help falling in love。あ、これまたいいじゃないですか。ちょっともうなんか、お恥ずかしながらになりますから、ちょっと。いやいや、いいんじゃないですか。これね、ジリジリ言ってるっていうのは、あ、そう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 、これ、ね、これ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 、私ね、やっぱさっきしなかったような気がする。なんでだろうね。英雄のくせにね、私。あ、大変でした。大変でしたよ。今でも繋がらないんじゃないかな。あ、今実験中ですか。そう、実験しましょうか。多分国家さんに、うん、繋がらないの。でもさっき完全復旧ってニュース来てたよね。え、うん、復旧したのかな、今日の途中まで。あ、来た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 。ようやくですよ、繋がった。ありがとうございます。本当大変、これ。でも、電話かけたいと思っても全然かけられないから。本当に大変でしたね。大変でした。うん。あれ、ゲイユ？うん、私はイオンモバイルだから、ドコモ。あ、そうなんだ。もう au さん減るだろうな、お客さん。減るやろね。こんなことあったらね。はい。で、何の話するんですっけ、オープニング。放送の裏側か。でもいいし、そのさっき車マイスターの話出てたでしょ、うんうんうん、その話してもいいけど、あ、じゃあそうします、車マイスターの話しますか、うん、まあ、また改めてきちんとやってもいいと思いますけど、まあそうですね、それでもいいですけどね、触りだけでもね、うん、そうですね、何回やってもいいと思うんですよ、放送審議会の人向けに。そうそう、放送審議会の人向けに。これって6月の放送審議会のね。そうですね。はい、じゃあすいません、やりましょうか。はい。すいません、お願いします。お願いします。あ、マイクいいですか、私こんな。あ、はい、ありがとうございます。あ、あ、そうですね。そうでしたね。そうでしたね。お願いします。お願いします。こんにちは、エリカこと多田エリカです。こんにちは、車マイスター検定1級ゴーカーチャンネルのキャスターゴーカーです。何、検定1級ってそんな言い方してたっけ、今まで言ってたんじゃないかな。あ、本当、車マイスター1級って言ってたか。言ってた、検定まで言ってないか、うんうん、でもね、今ふっと思ったんですけど、ふっとふっと、うん、車マイスターって、うん、改めてこれ何、国家資格ではないよね。国家資格ではないですね。民間資格ですよね。民間資格。日本マイスター検定協会の一つの、その資格って書いてあったかな。うん。いや、ずっと今までね、普通にご家さん、うん、ご母さんのその紹介で聞いてたから、うん、何の疑問も思わなかったんですけど、やっぱり偉いんですか、大変なんですか。偉くはないと思うんですけど、うんうん、あれも話したことないね、よく考えたらね。ちゃんとはね。できたのは2014年ぐらいに始まったはずなんです。はい、で第1回から私受けて、まあ、第1回は1級はもちろんなくてね、3級と2級があったんですよ。で、まあ、3級と2級おかげさまで受からせてもらって、うん、で、第2回の検定の時に、2級受かった人だけが1級受けれるという、なるほど、こういう2015年。うん、あ、2015年忘れちゃったけど。で、なんと第1回、合格者ゼロだったんですね。誰も受からなかった。難しすぎた。あ、そう、だってなんか皇族の誰々がしたなんとか党の理解の目的地はどこですかとか分かんないでしょ。もう何言ってるか、日本語なのかすら怪しいぐらいの忘れちゃったけどね。そう。でその後第3回の車マイスター検定があって2015年11月って書いてあるな、うん、これで一応そのもう一回リベンジで受けた方が確かね86人だったか、まあ、90人前後だったと思うんですよ。100人に満たなかった、満たなかった、満たなかった、うん、そのうちにね最初受かったのが14名でした。でそんなすごっ、うちの一人で一応私受かって、やったと思ってね。ゴーカーさんって意外とすごかったんですね。ね、すごいかどうか知らないけれども。いやだってさ、100人もいない、90何人ぐらい、90人か。当時ね、うん。その後でも毎年やってますから、それはもちろん合格者は増えていくと思うし、うん、問題の難易度とかってちょっと難しすぎたなって多少反省があってですね、簡単になってたり、あ、やっぱり簡単すぎちゃったから難しくしようとか、いろいろこうあると思うんだけど。まあ、検定あるあるですよね。そう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 。毎年何か微調整が行われてる、ね。そう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 。だから、そう、今何人いるかは知らないけれども、うん、まあでも1級持ってる人はもうね、いない、たくさんいないとは
とは思うんですけどね。冷静に見てやっぱり難しい内容なんですか？めちゃくちゃ難しいです。あ、そう、だってね、普通大体検定って言ったら参考書があるでしょ、うん、参考書がないんだから。そうよね。そう、3級2級は一応ねガイドブックっていうのがね、今売ってるのかどうか知らない、売ってたんですが、1級に関してはもうそれ以外の、もうとにかく何から出てくるか分かりませんっていうことだから、最近の車について出るかもしれない、昔の車に出るかもしれない、10年前のモーターショーの話になるかもしれない、30年前の映画に出た車の話が出るかもしれない。で、それ全部そう、うん、ご母さんはさ、うん、テキストブックなくたって答えられたわけでしょ、うん、もう変態の域だよね。まあバラすとね、過去問を勉強した、うん、ああ、うん、でも過去問って言ったって第3回かなんかでしょ。だって1個前のやつを必死にこいてやったんだよ。いや、やっぱりだからベースとなる知識とさ、車へのやっぱ愛だよね、うん、愛がないとそれは無理だわ。愛がなきゃ受けないでしょう ね、 ね、やっぱり変ですね。変って言わないよ。っていう愛すべき車マイスター検定一級のゴーカーさんが、うん、今日もたっぷりと、持ってる限りの知識を小出しにしておく。小出しに、そう、あの、満足たくさん出さないよ。小出しにするよ。それ30分ですからね。本当に言ってくれてよかったよかった、うん、よかった。そうです。30分限度がありますから、ね。ああ、そうね。さあ、そんな中で、うん、ゴーカーさんが車にまつわる一曲をいつもセレクトする、ゴーカーさん自身が楽しんでるコーナーがあるんですが。楽しんでるね、これ。今日のオープニング曲セレクトは？これ英語は読まないよ。うん。なんだったっけ？もう、違う。エルヴィス・プレスリーのカバーで放題が好きにならずになれない。そうそう、もうじゃないよね。何を聞いていたんですか、あなたは。ごめんなさい。何？そう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 。うん、これ、ね、本当にね、毎回ね、収録の直前にね、ディレクターさんからいつもこうメールが来るのね。ゴーカーさん次は何するんですかって、それ探すのすごい楽しみでね、この間の夜ね、1時間くらい家で探してた。で、これはもちろん車の CM に使われていた曲ですよね。一番、日本で一番大きな自動車メーカーの、うん、コマーシャル、車曲なんですけど、車としては相当マイナーな車の曲です。うん、でもね、すごいなんかイメージ、イメージ残ってるっていうかな、うん、そういうコマーシャルでしたね。なるほどね、うん。アメリカの家族のなんか風景を描いたようなコマーシャルでした。今回は、うん、ストレイキャッツが、うん、歌う。それがコマーシャルに使われたバージョン ね、 ね、はい。はい。I can't help falling in love with you。すごい、すごい頑張って発音してた。頑張ってたでしょ。頑張ってた感がすごい。うん、でもちょっと失敗してる、ね。失敗したの、うん、もう恥ずかしいから、笑っていただく感じに仕上げていきました。ちょっと長かった最初。大丈夫かな。なんか BGM が最初途中で止まっちゃったから、止まっちゃって終わってたから。ああ、全然大丈夫、大丈夫。あのね、エリカでボンジュールが割と少ないんですよ。あ、でも、そうだ、山田さんがね、はい、ここに、あ、書いてないや。言ってましたね。なんだ、今の話だね。即納者が数台あります。うんうん、今ならこの夏乗れます、はい。特別入館みたいな感じが良いでしょうか。色も選べそうです、うん。色も選べそうですってすごい曖昧だけど、大丈夫なのかな、これ。やめといた方がいいね、色はやめときましょうか。ちょっとやめよう、うん、でもどうせだったらこの回はシトロエン C3 エアクロスディーゼル、うん、プレイ HDI の話をちょこっとしたんですね。あ、そうですね、 C3 エアクロスの話ですよね。そうですね。はい、エルビス・プレスリーのカバーでストレイキャッツの、うんうんバージョンですね、はい、I can't help falling in love with you です、うん、さっき一生懸命頑張って発音してたっていうのは皆さん感じていただけました感じていただければ、あの、言い悪いじゃない、何か感じていただければ難しいな、何かがいいまあでもこの曲自体はいろんな CM に使われてますよね。そうですね、有名ですね、はい、ということで、はい、ゴーカーさんが選ぶ車にまつわる一曲でした。ちょうどいい感じ、あ、いい感じですか、いい感じですね。わかりませんけどちょっと曲短いと思いますけどその、あの、飲みを、何なんですか、そのひまわり、めちゃくちゃ言い良さそうだったの、ね、何の飲みの、ローソンのコーヒーですよ。ローソンのコーヒーなんだ、うん、なんか紙カップになってんの。へぇ、紙カップの方がなんか、あ、なんかでも白クマが歩いとるね。そう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 、可愛いペンギンもいますよ。もうなんだかよくわかんないですよそんな多分ひまわり咲いとるとこで歩いとったら多分もう倒れちゃうよね、うん、の話しとんねん。ありがとうございます。はい、はい。あれ、カークエッションってなんか自分で言ってましたっけ、あの、
エコーを入れてましたっけ。アークエスちゃん。これはシンプルに。この間電動化やったからね。そうですね。うん、シンプルにエコーか聞かせていただいて、あれこれエコーいつも入れてもらってます、ね。お風呂みたいなんでしたね。そうですよね。そうですね。じゃあシンプルにエコーお願いします。すいません。トラフィックサインインフォメーションって何？道路標識の速度を見て写すやつ。これ全部話せるかな ?1,2,3,4,5,6,1 個あたり1分だったら。はい、お願いします。はい、お願いします。お願いします。エリゴカークエスチョン。もうだいぶこれも慣れてきました。そうですね。さあ、はい、この時間はですね、うん、まあゴーカーさん車マイスターにいろんな車にまつわる疑問をぶつけていこうというコーナーなんですけれども、はい、どうぞぶつけて。最近よく耳にする運転支援システムって何？うん、ね、難しい。もうね、本当に環境の話、安全の話っていうのはね、もうここそうですね、20年ぐらいどん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 いろいろ進化してましてね。そうですよね。もうもはや車の話なのか何なのかわからないぐらいのレベルですよね。常にアップデートしていかなきゃいけないですね。でも、もうでも今はかなりのところまで来てると、自動運転手前みたいなところまで来てますから、まあ、自動運転がいいか悪いかは別にしてね、うん、かなり人間のヒューマンエラーをお助けする機能っていうのが出てきてるわけです。うん、要は運転支援っていうのはそういうことです。そういうことですね。うん、これって各社ネーミングとかやっぱ違うんですか？それとも統一？違うんですよ。でしょ？これが困るんですよ。本当に覚えられないでしょ？迷惑。うん、迷惑迷惑でしょ。聞きました皆さん。迷惑言ってますよ。みんな話し合って一緒にしましょうねって言えばいいじゃないですか。そうだよね。なんで各社個性出しちゃうんでしょう ね。もう一般ユーザーにとっては意味不明ですから。いや、本当そうです、そうです。その辺をね、紐解いていきたいんですけれども、うん、もちろんですよ。多少ラジオで言えば効果あるかなと思ってね。なるほどね。うん、さあ、はい、ラジオで効果があると信じて言いますけれども、はい、まあでも今回はプジョー、シトロエン。うん、ね、まあそれはそうなんだけど。が使ってる名称でいきますよ。うん、うん、ちょっと違う。ちょっと違うのもあるの？まあ大体、まあ、いい、大体、うん、いい、大体いい。大体いいよ、はい、うん。じゃあまずは、こちら。衝突被害軽減ブレーキ。まあこれはね、その名の通り。これね、こうよくそのメディアとかでまたこれ悪い言い方するとね、自動ブレーキって言うんですよ。自動でブレーキがかかるってね。違いますからね。うん、衝突被害軽減ブレーキ。確かにぶつかりそうになると、直前にそれでもブレーキを踏んでなければ、自動でブレーキがかかるということなんですが、これ実は段階がありましてね、走っていてぶつかりそうになるなっていう前にまず警告をするんですよ。うん、で、警告をしても、ま、警告したら大体びっくりするからブレーキ踏むじゃないですかね。そうすれば車の方からアシストをしてくれるっていうのもあるんですけれども、それでもドライバーがブレーキを踏まなければ緊急ブレーキがかかるというようなものなんですが、だからといって絶対ぶつからないわけじゃないです。減速していますから被害は軽減されるかもしれない。運が良ければ止まるかもしれない。うん、そういうところ。だから衝突被害軽減というね。そうです。で、これもいろんな方式があって、中には時速30キロ以下じゃないと効かないものもあるし、50キロじゃないと効かないのもあるしっていうことで、車によってこれいろいろなバージョンありますから、一口に衝突被害軽減ブレーキもたくさん種類があるので、もし自分でお車買うときには、これはどういう状況ならば効くのかっていうのをね、よく知った上でお選びいただいた方がいいと思いますよ。ね、はい。続いて、うん、ACC。ね。ね、アダプティブクルーズコントロール。あ、プジョーシトレンで言うとアクティブクルーズコントロールかな。そうですね。プジョーシトレンはアクティブです。もう、これ本当にメーカーって違う。レーダークルーズコントロールっていうところもあるしね。まあいいや。で、これは、まあこれもレーダーを使ったり、カメラを使ったり、いろんなメーカーがあるんですけれども、前の車、クルーズコントロールってご存知ですか？クルーズコントロール、うん、速度調整するの、うん、クルーズコントロールっていうのは、一定速、例えば時速100キロで設定して、ずっと100キロで走ってくる。あ、そうだよね、速度。それがクルーズコントロール。うんうん、エリカさんの車についてるんだけどね。うんうん、そうね。で、もし前の車が80キロになったら、自分の車はもし何もしなかったら、しまいにどうなりますか？まあ、普通だったら止まりますわね。なんで？あ、いや、
そのクルーズコントロール聞いてたらってこと？普通クルーズコントロールを聞かせたまま、あの80キロでね、前の車が80キロだったらぶつかっちゃうでしょ、うん、何もしなかったらね、うんうん、でもそうならないように前の車との車間距離を見て、前の車の速度を見ながら自分の車の速度調整を自動的にしてくれるっていうのがこの ACC なんですが、うん、最近の車はもうそれも前の車がだんだんこう渋滞でね、もうだんだん減速してきて、前の車が最終止まりましたっていうのを、合わせて自分の車も減速をして最終止まるところまで持っていってくれるっていうのが多いですね。そうですね、うん、それがアクティブ2008とか208とかね、もう本当渋滞の時が楽楽、そう、本当にもうもちろんね、しっかり気をつけて運転はしてるんですけれども、うんうん、やっぱりあの自分じゃなく自然に機械がやってくれるっていうのはね、はい、そう、ちょっとでも渋滞の時は本当いいよね、楽になりますので、ね、うん、疲れが本当に軽減しましたね、うん、はい、続いてブラインドスポットモニター、うん、これはね、あの車線変更するとき、斜め後方に車がいるとき、まあ、自動車学校でも習った通り、こうドアミラーだけだと死角があるわけですよ、見映ってない場合、ね、そういう時にお助けするように、一応斜め後方に車がいた場合にランプ、ドアミラーのところにあるランプで知らせてくれる機能、うん、これがブラインドスポットモニターです。ね、うん、まあ、あの、プジョーシトロエンで行くと、うん、まあ、オレンジ色のランプがね、ピッとついてくれるんですよね。最初これ何って驚く方も結構多いですよね。そうね、うん。確かに。レーンキーパーアシスト。そう。レーンキーパーアシストっていうのは、うん、まあ、高速道路とかで、白線の中央を車走ってるわけですが、まあ、ちょっとこうハンドルをね左の方寄っちゃってはみ出しそうになるでしょ。そういう時にステアリングを車の方から自動的にこう逆の方向に向けて力を入れて車線の中央に戻してくれる機能がレーンキープアシストです。だから、あの、初めて乗った時はびっくりしました、うん、びっくりし勝手にハンドルがなんか回ってるみたいな ね、 そうね、うんうん、でもそのうち、うん、あの息がぴったり合ってきます、うん、回るほどはいかないけどね、ちょっと動くぐらいでね、そうそうそう、なんか私の力じゃない力が働いてるみたいな、誰かが自分のこうハンドルを握ってるみたいな ね、 そうそうね、すごいびっくりするんですよ、ね、最初そうだよね、そうそうそう、うん、そのうちね、あのないと困る機能になります。あんまり頼りすぎないな、ね、そうですね、危険ですよ、ね、はい、はい、あともう一個いけます、うん、いけるよ、はい、レーンポジショニングアシスト、これは今は越えそうになるのだったんですけど、うん、この機能を使えばもう白線を越えるどころか車線の中央を走るようにステアリングを積極的にアシストしてくれるっていう機能です。はい、はい、まあ、これもだから全部組み合わさったね、車に乗るとね、そう、もうでも今その208とかコンパクトな車でも全部網羅しちゃってるのがすごいですよ、うん、だからコスパがいいとあれだけ口を酸っぱくして言ってるんですね。そうね、はい、はい、ということで皆さん、最近よく耳にする運転支援システムについて解説いただきました。お分かりになりましたでしょうか。どうでしょうね。ではここで思い出の一曲カーリクエストのコーナーです。はい、来てますか。本当にたくさんのメールをいただいております。ありがとうございます。本当って知ってるけど、うん、知ってるよ、一緒に見てるから ね、うん、桃太郎ちゃんさんからのリクエストです。 ありがとうございます、はいはい、某車の CM の曲です、うん、はい、特に思い出はないですが、そうだ、何回強いて言えば中学生の時に好きだった先生がこの車を乗ってて、よく校舎から先生の車を眺めていたなという感じですかね。面白いね。そうなの、車を眺めてたんだ、先生眺めずに、じゃあ思い出してください。はい、ジャニス・ジョプリン、ジャニスの祈り。どんな曲、知らないな。でも有名、有名、有名、うん、これも CM 曲。いや、ワゴンある、あー、うん、でしょ、これか、うん、絶対毎回どっちか歌うよねこの CD 持ってるからね、私。いつぐらいの曲ですか。もう1970年代の曲です。ああ、それぐらいの曲なんだ。どの方のワゴン R のコマーシャルの曲だろう。60年代か。もっと前だ。70年に死んじゃってるから。あ、そう。ジャニーズ・ジョプリンは。うん、ムーブオーバーっていう曲？ムーブオーバーです。はい。グレーか、はいはい、はい、1960年代のナンバーですけれども、うん、そんな昔に思えないね、この曲。いいでしょう。ジャニス・ジョプリン、ジャニスの祈り、お届けしました、うん、桃太郎ちゃんさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ん、あ、はいはいはい、
い。はい。ね、これ1960年代のナンバーです、ね、うん、そうは思えない曲調、かっこいいかっこいいね、うん、ということで桃太郎、エリカさんも歌ってましたね好きなんですこの、はい、ナンバーね、桃太郎ちゃんさんありがとうございました。ありがとうございました。ジャニス・チョプリン、ジャニスの祈りでした。ありがとうございます。ありがとうございます。へえ、そうなんだ。まあでもこの人の歌を尊敬してる人は多いですね。もう若くして亡くなってるから、そのアルバムなんて70年で亡くなってるって、うん、27歳でね、まあ、え、ほんと、まあ、薬とかなんかそういう関係じゃなかったかな。あ、そうなのね、うん、確かに。そうか。はーい、ボンジュール、ボンジュールですかね、もうね、うん、はい、じゃあすいません、ボンジュールお願いします、うん、あ、1個だけ、はい、1個だけ、はい、ちょっと補足してもらわなあかんかもしれない。あ、いいですよ、補足しますよ。だいぶお母さんが喋ってる量が、なんかもっくんが喋ってる量めっちゃ少ないです多分。あ、そうですよね、うんうん、慣れないよね、そりゃね、運転慣れない車で運転、そうそうそう、無茶苦茶な企画ですね、よく考えたら、いい企画なんだけど、そうそうそう、無茶ですけどねでも大体喜んでくれるからね。そうだね、まあ、いい、うん、それがいい。でもやっぱね、そうやってね、乗ったことない車 の感想を聞けるっていうのは本当に素晴らしいことだと思う、うん、それをね、言ってほしいのよ、うん、やっぱりみんなすごいハードル、なんかみんなのコメント聞いてすごい勝手にハードル上げてるから、リスナーさんが。あ、そうなの？いいこと言わなきゃみたいになっちゃうから、そうだよね、だからハードル下げてあげた方がいい。そうだね、うん、ほんとほんと、そう、そんなの一般の方の声っていうのが大事ですからね、大事だね、うん、うん、一般の方、はい、お願いします。リスナー市場会ご参加ありがとうございましたみたいなやり取りして、うんうんうん、でシトレーンの魅力について伺ってきました、うん、そうですね。さあ、そういえば、はい、6月19日に、はい、シトレーン三越、プジョー三越で、はい、リスナー市場会をやりました ね、 ね、楽しかったですね。ウォーカーさんにとっては第1回、第1回エリカーさんにとっては第2回、はい、いろいろありました、はい、皆さんたくさんのご参加ありがとうございました。さあ、その中から、うん、今回はシトロエンの魅力について伺ってきました。 C3 エアクロス SUV 忘れてたおります。それでは出発しましょう。お願いします。
アクセルが見やすいので手足の練習全体的に惜しい。はい、来ました。言わせてる。はい、ということで、はい、改めてラジオネームもっくん、そしてお母さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございましたね。お母さんもすごい喜んでいただいてよかったです ね。私もね、後席乗ってたんだけど、あの C3 アクロスって多分まともにあんなゆっくり後ろになったの初めてだと思うんですけどね。本当あのコンパクトさなのにね、意外にこう ゆったりってちょっと言い過ぎかもしれないけれども、あのコンパクトさを感じさせない広さだし、背中って背もたれもなんかもリクライニングできちゃったりするんですよね。そうなのよね、あのサイズ感だとちょっとこう直立気味にこう座らなきゃいけないのかと思いきやですけども、はい、例のシトロエンアドバンストコンフォートシートですからね。そうね、またこの C3 エアクロス SUV は、ブルー HDI、先週ご紹介しましたけどね、出ましたね、ついに。出ましたね、ついに。もう最強ですね。乗りたいんだけど、まだ乗ってないんだけどね。そうなんだ。鬼に金棒みたいな状態ですね。そうね。鬼に金棒やな、本当にね。ということでね、ぜひその辺も注目いただきたいですね。はい、ということで、エリカ・デ・ボンジュール、はい、リスナー試乗会での、リスナーさんの試乗の様子をピックアップしてお届けしました。今回、まあ、改めてね、私、初めて、こう、参加っていうのが、企画者っていうかね、運営する側なのに言うのも変なんだけど、いい企画あなた考えましたな。まあこれも私だけじゃなくてね、こう、発案はまあ私ですけど、ね。いや素晴らしいと思った。ね、あのね、これ時間ある？ゴーカーチャンネルのね、視聴者さんはもちろん車についてある程度知ってる方とか、プジョーシトレーのオーナーの方の感想っていうのも聞ける。一方で今まで乗ったことないプジョーやシトレーに、今日のモックンさんみたいにね、プジョーシトレー乗ったことない方の新鮮な感想も聞ける。これね、両方ね、お送りするメディアはないよ。そうなの。だから、あの、ぜひ、車にそんなに興味ないとか、乗ったことないとか、そんないいコメント言えないとか、で、言う人ほど来てほしいですね。そう。もう、いいよ。そういう方の方が、ちょっと面白いしさ。そうだよね、うん。いいコメントは全部私たちが言うから。あんなずっとしいことですよ、今は。乗っかりません、私。大船に乗ったつもりで。どうぞ、自分で大船に行ってきてください。私、見守って行ってらっしゃい。私も外すのやめてもらっていいですか。いや皆さん、ぜひリスナー試乗会、どんどん参加していただきたいと思います。はい、また今度やりましょうね。はい。ごめん、ありがとうございました。いや忘れてた。いや、言わないかなと思って。時間どうですかね。ね。生 CM 言うんですか、ここでまた。その28の話、まあ、エンディングに入れ込んじゃってもいいですかね。入れ込みちゃいますか。うん。そんな別仕切りにすることはないですよね。そうやね。そうやね。うん、この流れで。そうやね。あとねみたいな感じ。今車内で言われてるじゃないですか、多分どこもみたいな。でも208速納車あるらしいみたいな。なんかそういう言い方の方が良くないですか。そうやね。うん。ランクルがさ、5年待ちでもうついに受注やめたっていうのびっくりじゃない。てか、やめなかった方がびっくりする。いや、まあ逆にね。何やって、よく5年まで引っ張ったよね。5年まで待って買うっていう人もすごいけどね。ありがとうございます。ああ、びっくりしたね。いや、でも欲しい車が買えない時代っていうのは問題ありだと思うよ。前も言ったかもしれないけど、うちの夫の周りでも、2年待ちとか平気で待ってるらしい。トヨタ？あの、ヤリスクロスかな。あれ2年。2年？ハイブリッドでしょ、どうせ。多分ね。ハイブリッドの方が待つらしいね。まあ、そりゃそうでしょうね。人気ですからね。あとエンディングって何分ぐらいありますか？一緒ぐらい？3分ぐらい？
あのこの生 CM のプジョー208の即納車がありますみたいな話も少し入れ込みたいなとは思っておりまして、はい、あとはゴーカーチャンネルさんは今週ですけど、あとゴーカーライブはねちょっとね、多分ボルボの話するから言えない。あ、なるほどね。 C40 にあさって乗るんだけど、多分それをやる予定だから、うん、じゃあいいですよ。あ、フランス車の話じゃないんですね。そうそうそう。なんかもごもご。あかんよね。三重県だからっていかんよね。何が？その近くにあるディーラーで売ってる車のちょっと撮影を置いてくるんでって言おうかな。いいじゃないですか。100メートルぐらいの。そうだね。北側にある。そう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 。ディーラーの車に乗ってきます。ダメです。ダメ？はい、すいません。ありがとうございます。お願いします。お願いします。エリカゴーカーオートアンサンブル、略してエリゴー、先取ってやった、忘れなかったね。もう終わりですか？あ、もう終わりですよ。今日なんかあんま話してない気がするけど。そうですね、うん、ゴーカーさんのトーク量は多分いつもの2分の1ぐらいだったと思います。2分の1少ないね。まあ、あとはね、はい、毎週日曜日、はい、午後4時からのゴーカーチャンネルがお送りするゴーカーライブ、はい、ここでたっぷり喋られるんでね。そうです ね、あれ一人でやってますからね。そうですね、うん、今週だから明日か。明日ですね。明日は何やるんですか？明日はね、明日はちょっといろいろ難しいんだけども、あのプジョー、シトロエン、ミエツから、ちょっとあの四日市方面からあの南の方へ向かっていく、もうちょっと手前のねお店の持ってるブランドの車ちょっとあさって乗る予定なので。すなわち何ですか、プジョー、シトロエンの車特集じゃない？ないない、そういうこと、そういうこと。まさかあのスウェーデンかなんか。言うね、結構言うね、うん、言う、攻めるね、うん、そうそう、まあまあでもね、うん、あのゴーカーチャンネルではフランス車もたくさん取り上げております、ね。いや、フランス車の数多いですよ。多いですよ。偏ってますからね。だからもうたまにはね。そうそうね。いろんな国のやつもやらないとね。はい。ということで皆さんぜひ YouTube でゴーカーチャンネル登録お願いします。お願いします。そういえば、うん、あの、今ってほら車がないない問題があるじゃない？ない問題ね。だけど、プジョーの208は、うん、即納車がちょっと新しい。聞いた。うん。らしい。車ってすごくない？新車で買えるとは思ってなかったもん。もう数ヶ月遅かったら良かったら、早かったと思ってるでしょ。思ってる。だって欲しかった。欲しかったんだよね。夏あたりに来るとは聞いてたんだけどね。でもその夏に今なってきたわけね。ま、E、つまり電気自動車ではなくて、うん、普通の、ね、ガソリン車の208、ね、ちょっと特別な感じで入ってきたみたいな、うん。そうみたいです。この番組をお聞きの皆さんだけのプレミアム情報です。うん、そう。エリゴーで208見に来たんですけどって、うん、プジョー四日市、シトロエン四日市行ってきてくださいね。うん、何があるかは私は知りません。ねえね、そういうこと言うときは絶対に特典つけなきゃダメになっちゃうからさ。うん、いい、だいや、行きましたって言えばいいの。まあそうだね、聞いたんですって言えばいい。そうだね、うん。ちょっと小耳に挟んだんですけど、そう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 って言っていただければ、ね、ラジオでって言っていただければ。そういうこと、そういうこと。いや、でも本当に208いいから、ねえ、ね、みんなにまずは乗ってほしいですね。乗ってほしい、乗ってほしい。エリカーさん、うん、ゴーカーさんいなくても、まあ、試乗してください。ね、うん、適当にして試乗しに行ってください。ね、そうね、はい。ということで、はい、この番組では、うん、車にまつわるメール、うん、あとデートなどのメール、何でもいいのでお待ちしてます。車デートの話ね、もちろん。あんまそういうの来ないもんね。ね、うん、そういうなんかちょっとお色気の話もください。うん、ハッシュタグ、エリゴーをつけて、そうそうそう、気軽なツイッターでのつぶやきも大歓迎です。はい、メールは番組メッセージ、つぶやきはハッシュタグをつけて適当にお願いします。お願いします。それからこの放送終わった後に、多分、ゴーカーラジオチャンネルでこの放送の裏側を ね、アップする予定ですので、ご覧ください。はい。はい、ということで、そろそろお別れです、はい。それじゃあまた来週。あ、トレビアン。バッチリですね。今日は普通に終われたわ。よかったわ。よかった。よかったわ。そうね、ゴカさんがすごい、あの、ちょっとこう、私が忘れそうなのをこう、そうでしょ、拾い上げて。なんか、エリカさん疲れてるでしょ。そうそう、疲れて、もうなんか、疲れてるんだよ。ダメだよね。だって、この間ね、厚襟、をリモート収録してた時に、はい、途中で寝ちゃったんです。なんかこの間、この間ここで寝たっていうのがありましたよね。ああ、ここでも寝てますね。それは前の話ですね。前の時ですね、うん。そうそう、収録中にも寝ちゃって、ごめん。大丈夫ですか？眠いっつって、そのまま、うん、自分の机の下に潜ってこうやって寝てました。それどうなってるんですか？え？放送のあれは。で、とりあえず、アキさんともう一人の伊沢さんって映画紹介の女の人だけで喋ったバージョンを撮ったらしいんだけど、その3日後にもう一回時間合わせて、うん、あ、やった、はい、この番組はですね30分の番組を3日かけて撮ってます。
3日かかってますねっつって、すごいな、3日の時を経てっつって、うわすごいびっくり多分そんなふざけた人多分どこ探してもいないと思います放送中にがっつり寝て、そしてリモートでズーム使ってやってるから、うん、エリカさんエリカさんって言っても、もう全然起きないの困っちゃうよね本当にねすごいですね皆さん、びっくりするわね、うん、びっくりびっくりって一言じゃない完全に一言ですかね次のオープニングありがとうございます、はい、ありがとうございます。あ、そうでしたね、いい感じでした、よかったです。次オープニングしましょうね。あのハッシュタグエリゴーの紹介しません。あ、そうです ね、そうですね、そうしましょう。ちょっと一回あれをリセットする、あの止めてもう一回やりますね。少々お待ちくださいませ。あれ